神奈川県道731号、矢倉沢線石原線は、神奈川県南足柄市と足柄下郡箱根町を結ぶ一般県道。神奈川県道の最高標高地点を通る。口述の通り、大部分の区間で自動車の通行が不可能であったが、2021年4月28日に箱根金太郎ラインとして既存の林道を再整備する形で、 新ルートが開通した、南箱道路とも呼ばれる。既存のルートは、足柄峠から神奈川県、静岡県の県境の尾根をたどって南下する道で、途中から金時山への登山道に変わる。全体が林道、または登山道のような道であり、一般車が戦国原方面へ抜けることはできなかった。このため、災害時の代替ルートや南足柄市、 箱根町地域の広域連携の促進、県政部の観光振興をはじめとする地域活性化に加え、箱根地域の渋滞緩和を図る重要な道路として、南足柄市と箱根町を連絡する道路が事業化され、2020年春に開通する予定となっていた。しかし、2019年10月に発生した例は、元年東日本台風で山腹崩壊などの被害を受け、 大規模な崩落などが7カ所で発生し、復旧工事を行う必要が生じた。このため開通が延期され、復旧工事の末に2021年4月28日に開通した。なお、本路線の愛称として公募が行われ、箱根金太郎ラインと制定された。この道路のルート検討にあたっては原動を克服するルートや、 神奈川県道723号関本省枠屋線を通るルートなども検討され、最終的に経済性、整備効果、既存ストックの有効活用や総切り活用の可能性などから近隣にある林道を改良するルートとなったが、富士箱根津国立公園内を通るルートであることから最低限の改良を行ったルートとなった。そのため、道幅は5メートルほどで、 各所に退避所が設置されており、乗車定員11名以上の乗用自動車や、最大積載量3トン以上の貨物自動車は、通行できない。山岳地帯を通るため、大雨や降雪時などの異常気象時は、通行止めとなる。また、生態系に配慮したため、照明も、島地境の金時水道以外は設置されていない。なお、金時水道の南足柄方向向付近には、 金と君原市パーキングが整備された。この道路を通る路線バスや乗り合いタクシー等の開設は開通の時点では予定されていない。ありがとうございます。